凄腕トレジャーハンターよ。あ、凄腕ってところが重要だから覚えておいてね。ミゼラを引き取ってくれる人、いい人だといいな。明日から、もうミゼラはいないんだ。こうやって一緒に歩くことももう。どうかしたの？カナタ。なんでもない、なんでもないよ。そう。いつの間にか、修道院の中でミゼラが一番お姉さんになってたんだね。うん。どんどんみんないなくなってしまったから。みんなが恵まれた家に引き取ってもらえるのは嬉しいことだけど、やっぱりちょっと寂しいよね。あ、でも、もちろん、ミゼラのことは俺は喜んでるからね。よかったって思ってるから。うん。ありがとう、カナタ。この辺りも魔物がいるし、気をつけていこうね。一気に切り抜ける！しのぎにはちょうどいいかもな。それでもか、炎よ燃え上がれ。熱波扇風機もんつける。限界を超える。剣を吠えろ。雷神ストーン氷河。さあ行こう。そろそろラストだ。ド派手に決めようぜ。はっ、これで、ね、やった。見せてやるよ。クライナー、タイミングファインド。すっちー。立ち止まるわけにはいかないんだ。ミゼラも少し不安だったりするの？どうかな。きっと大丈夫だよ。あの父さんが選んでくれた人だもの。ミゼラは知ってる？父さんがあんなに村の人から尊敬されてる理由。農業や漁なんかやっても安定した生活なんてできないでしょ？だから村には貧しい人もいっぱいいる。そういうかわいそうな人たちに父さんはお金や食べ物を分けてあげてるんだよ。すごいよね。だから、そんな父さんが選んだ人ならきっと大丈夫。うんうん、絶対大丈夫だからさ。そうだね、大丈夫だね。いい香り。着いたよ、ミゼラ。
君の大好きな白縫いの花の丘だ。連れてきてくれてありがとう、カナタ。本当は大人がいない時は入っちゃいけない場所なんだけど、でもミゼラは本当にここが大好きなんだね。うん、白縫いの花はとても綺麗で強いから。強い？白縫いの花の茎は太くて丈夫だから、踏まれても簡単にはダメになったりしない。それとね、この花にはもう一つ特性があるの。もしかして発火性のこと？確か白縫いの花は火をつけるとすごい勢いで燃えるんだよね。それが危ないからここは子供だけで来ちゃいけないって言われてるし。うん、でもそれだけじゃない。白縫いの花は自分から火を生み出すこともできると言われてるの。自分から火を？花が咲いている場所に悪意ある何かが迫った時、一番先頭の花が危険を察知して発火性花粉を撒き散らす。そうして撒き散らした花粉が花びらに引火して火花になり、その火花が襲いかかる。大切な仲間を守るための炎となって。仲間を守る炎。私は白縫いの花みたいになりたい。どういう意味？ああそうだ、ちょっと待っててね、ミゼラ。ほら、髪飾り白縫いの花で作ったんだ。素敵。つけてあげるよ。うん、どうかな。綺麗だ。うん、白縫いの花はとても綺麗だよね。いや、そうじゃなくて。いやいや、そうなんだけど、あのさ、ミゼラ、俺今まですごく楽しかったよ。ミゼラと一緒にいられて。遠くに行っちゃうけど、またきっと会えるよね。てか会いに行くから、絶対。うん、楽しみにしてる。あのね、カナタ、一つだけお願いがあるの。今まで私をずっと守ってくれたように、修道院の子たちをこれからも守ってあげてね。そんなの当たり前じゃないか。俺はそのために剣も習って強くなったんだ。みんなの笑顔は俺がちゃんと守ってあげるよ。ありがとう、カナタ。ミゼラ、俺にはね、大きな夢があるんだ。俺はいつか世界中の人を幸せにしてあげたい。トガビトを消して正しい世の中を守るビジョンオーブみたいに、俺もこの世界のみんなのために何かしてあげたい。みんなが幸せになれれば俺も幸せだから。だからさ、ミゼラ、ミゼラも幸せになってね。ありがとう。私絶対に幸せになるね。どうしたの？ミゼラのそんな顔初めて見た。そう？うん。そっか。じゃあカナタ、今日の私の姿をどうかずっと覚えていて。当たり前だよ、絶対忘れない、その笑顔。カナタ、なんでもないよ。そろそろ日が暮れるし修道院に戻ろうか。うん、そうだね、カナタ。今日は本当にありがとう。